では、ヨナ書の2章を開いてください。ヨナ書の2章を開いてください。私たちの聖書を順番に読んでいく聖書通読の学びが、小予言書に入っておりまして、前回がオバデヤ書でした。オバデヤ書。そして、次のヨナ書ですね。この午後の礼拝で一節ずつ今日全部を見ていきたいと思います。1章から4章までを見ていきたいと思いますが、今朝は2章の7節から9節に注目します。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。前回のオバデヤ書の学びにおいて、イスラエル人ではない異邦人、エドム人ですね、エドム人が神によって裁かれたところを、裁かれるという予言を読みました。で、神に対していつまで、神がそのいつまでも憎しみを抱いている、この高ぶっているエドム人に、それにふさわしい報いを与えられたわけなんです。で、その厳しい裁きの言葉があるんですけれども、こうなるよと断言している神の言葉があるんですが、もし彼らがこの自分のしていることを悔い改めて、そのしている罪から離れて神に向かったとしたらどうなるでしょうか。どんなに神がこういうことを行うと言っても、神は先ほども歌いました、情け深くて恵みに富んで怒るのに遅き、その恵みは仙台にまで及ぶとありましたから、エドム人も救われるわけなんです。で、今日読んでいく、今朝読んでいくこのヨナ書は、このエドム人よりもっとひどいアッシリア人ですね、アッシリア人に対する神の憐れみなんですね。この週報の最後の方にも書きましたけれども、僕の礼拝でも詳しく説明しますが、非常にタイムリーというか、ちょっとびっくりする、まあ、聖書を信じて詳しく読んでいる者にとってはあまりにもびっくりするのが、アッシリアの今日見ていくのはニネベ。ニネベって今のモスルなんです。イスラム国が最近までそこを支配していた、そのイスラム国のしていたあの残虐な行為が、まあ、それ以上にアッシリアが行っていた超悪者です。彼らが救われて天国に行くということを、このイラクにいる人たちに話したら、やはりそれは我慢ならないって感じる人が出てくると思うんですね。凶悪犯がこの悔い改めてイエス様を信じ、そして、罰を受けない、この罰って、まあ、この世では罰を受けますけれども、その天国に行って、そうでない人が特に神の恵みを受けないと、ここにある怒りですね。え、なんでって。で、ヨナは神をよく知っていて、神のご性質もよく知っていて、まあ、本当に神と近しい関係にある預言者でした。確信犯的に彼は神はなされようとすることを知っていたから、命令に従わないでニネベとは正反対のスペインの方、タルシシの方に行ったというのが、このヨナ書の背景になります。アッシリアがイスラエルを攻めてくるというのは必死でした。どん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 今その脅威があります。今もね、なんか日本騒がれてますけれども、
でもまだアマチョンですね。アメリカいるから、日本にも自衛隊あるから、迎撃ミサイルあるから、でもしこっちに撃ってくるようなものだったら、まあもう平壌は終わりでしょう。大体そう思ってると思います。心の奥にある日本人の。けれどもここはそれがない。そういうもの、後ろ盾もない。そういう人たちが滅ぶよって言ってくれたのがホセアとかアモスなんですよ。あ、いや言ってないか、あそこでそういう人たちが来るよっていうのがホセアとアモスだったんですよ。で同時代です。大体似てます。世の中そりゃ国を持ってる人だったらアッシリアが倒れなければいけないと願うでしょう。しかしアッシリアが救われるために使わされていくわけですから、ヨナの気持ちが大体分かったでしょうか。なんか甘えん坊でなんかね、こう神様の言うこと聞かないとかっていう、なんかそういうものではなくて、かなり真剣な神様とのトーク、まあ交渉にも近い、交渉以上ですね、論争してますね。そういう状況であります。ヨナは、まあ、私たちにとっては反面教師です。神に言われたことがどんなに自分がこれは違うでしょうと感じたとしても、思ったとしても、自分の思っていることを感じていることを優先させたらどうなるかという話なんですね。で彼がこのタルシシュっていうこのスペインの方ですね、の雪の船に乗り込んだんですね。これ地図を皆さん、中東の地図ですね、皆さんから見たらこっちがヨーロッパですね、地中海で、でスペインがこっちですね、一番端っこです。で2年目はどこか、今のさっき言ったようにイラクの北部にある第二の都市モスルのところです。だから ここがイスラエルだとすると、いつもやってるね、これイスラエルだとするとはるか遠くにニネベがこっち側にあるんです。つまり逆の方を、このに行く船に彼は乗り込んだんですね。こうやって、主に仕えている、神に仕えているしもべだと言いながら、ま、この熱くなっていて、こう思いが強くなっていて、神ご自身の命令さえも出し抜いて違うと言ってしまうっていうことって、まあ、心に手を胸に手を当てたらよくある話なんです。で神は彼が乗った船のところの周りを嵐を起こしました。でヨナの乗っている船が難破しそうになったんです。ところがヨナはなんと、どういうことだったか、ふてくされていて落ち込んでいて自暴自棄になっていたんですけども、船底に行ってそこでぐっすりと寝ていました。ところが誠の神を知らない他の船員たちは、これは自分たちのコントロールできないもう嵐だって感じたんですね。苦しい時の神頼みですよ。本当にコックピットが全然操縦が効かないような飛行機の中で、もう絶対どんな専門家であっても、どんなに熟練したこの、パイロットであっても、これは無理だと思ったら、いつも全然神のことを信じてない人も神様って言いますよね、うん、それが起こったんです。で、メイメイが自分の神様に対して、カナン の神々と、多分フェニキアの人ですからね、だから、まあ、いろんな神様いるじゃないですか。で、祈ってんだけど、全然、それぞれ祈れってこういうふうに言ってですね、船長がですね、このわざわざ船底にまで降りてきて、お前、なんでそんなことやってんだ、祈りなさいと。そして、くじ引いたんです。なんでこんなこと起こってるのかと、誰のせいなのかと、
引いたらヨナに当たったんです、うん、お前一体誰なんだと、どこの国のものなんだと。で問い詰めたら、私はヘブル人で天と地を作った神を信じていますと、礼拝していますと、うん、もう血の気が引いたんです。もう 青くなってきました。何をやってくれたんだと、うん、それでヨナが言ったんです。私を海に投げ込みなさい、そうすればこの嵐は静まりますと。彼自殺願望だったんですね。もう自暴自棄になっていて。でもね、お客さんだよ。ちゃんとその船賃払ってんですよ、うん、そしてまあお客さんじゃなくても人間であればんな投げ込んで、そしてもし投げ込んだらその嵐を起こしてる神様から罰当たるじゃないですか。だからまたみんなが一生懸命ナンパしないように努力していて、でもどん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 ひどくなるから、私たち罪を犯していません主よって、なんとイスラエルの神様の名を呼び求めて投げ込んだんですね。そしたら静まって、彼らの方はヤーウェなるイスラエルの神、まことの神を信じて崇めたんです。すごい話ですよね。ヨナって全然神様の言うことを聞いてなかった、預言者を通してリバイバル、本当にその神様を信じるようになったというすごい話です。でヨナは自分の願いが叶わなかったんです。死ねなかったんです。死ぬにも死ねない、自殺失敗したんですね。どうなったか、魚が、大魚がヨナを飲み込みました。すごいんだよね。私たちが今読んだところはその祈りのその3日経ってからですよ。3日経ってからようやく祈ったヨナの祈りの最後の部分です。腹の中で死にかけていました。もう黄泉のところに来たっていうぐらい言ってるんですね。黄泉って死んだ後の人の世界ですよ。でその苦しみの中で祈ったんです。で私たち多かれ少なかれこれですよね。初めに祈らない、苦しんで、いやまだ祈らないもっとひどくなってそれでもう意固地になっている、ついに死にかけた時にようやく祈る、最後に祈ることが、まあ、しばらくしばしばあります。で7節をもう一度ご覧ください。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。主を思い出す、いつ思い出すかなんですね。主を思う、いろんなことを行っていて、あーっていろいろやっていて、あ、主を思い出さなきゃ。その時に神様の憐れみが満ち溢れるんですよね。主はもうすでにおられるんですよ、そこに。けれどもいないかのようにいろいろやってしまって、いろいろ考えてしまう。主を思い出した時に、あ、ここに主がおられるんだ、恵みがあるんだ。エレミアも破壊されたエルサレムのところで哀歌を歌いました。覚えてますか、哀歌やりましたよね。もうボロボロになって、人々がもう赤ちゃんでさえこう飢えてね、食べてしまうぐらいのもう極限の残酷さ、その中にあって、そしてもうその場面を見ていて、もう自分自身がもう衰え果てるっていうか、苦々しくなっていると彼は告白しました。しかし私のナオミとさすらいの思い出は苦い麦と苦味だけれども、私たちが滅びうせなかったのは
主の恵みによる主の憐れみは尽きないからだ。にがりがるしくなっている自分は生きてるんですよ。今いるんですよ。すごくね、不満がある時とか落ち込んでる時って忘れてるのは、不満がある落ち込んでいるという自分は生きてるんですよ。恵みがあるから落ち込む暇があるんですよ。恵みがあるからなんかヨナのようになんかいろいろ意固地になることもできるんですよ。それを思い出せば私たちは神様を感謝することができます。で、次に、私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きましたとあります。この聖なる宮っていうのはエルサレムにある神殿とも言えますけども、それよりも天におられる神の御座、王座、玉座というふうに考えられます。で、そこに祈りが届けられたんだという感触、確信を得たんですね。ヘブル書の4章の16節に、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。恵みの御座が私たちに備えられていて、その懐の中に入れられるという感触を祈る時に与えられます。神が聞いておられる、今ここで聞いてくださった、この神の御座のところ、恵みの御座のところまで届いたという感触、あるいは確信が与えられるわけなんです。だから第一ヨハネの5章の14節と15節って面白いことが書いてあるんですよ。こう書いてます。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。すでに叶えられたと知るって言うんです。わかります？これね、なんかなんていうのかな、テクニックじゃないんですね、祈りって。どうしてすでに叶えられたとわかるかって言ったら、こう目の前に誰かがいて、いいよ、自分の奥さんでもね、これするからね、うんってうなずいたら、まだそれが起こってなくても、話聞いてくれたな、彼女はついてってくれるなって、もう感触として得るじゃないですか。それと同じように私たちが神に祈って、まだ物事が起こってなくても、神が聞いてくださったんだって、こう分かれば、その物事が起こる前にもうすでに聞かれたんだってことが分かりますと。こういう特権を私たちは持ってるんですね。持ってるんですが、祈らないので問題が起こってから、まあ世のように祈ってしまう。それまでは、祈る前まではこの救いの手を差し伸べることができないので、神様が。で、それで、待ってらっしゃるという、神ご自身が待ってらっしゃるということが起こるわけなんです。で、神は自らを助けるものを助けるっていう言葉あるじゃないですか。で、あれが聖書から来ていると勘違いする人が結構、特にアメリカとかで多いんですよね。自ら助くものを助けるっていうかな。で、後で出てきますが、自らが助けられないと叫んだ人を助けてくださいます、これは実際でもそうで、例えば水難ですね。この水に溺れている人をレスキュー隊はどのように教えるかというと、この川とかどっかでこの溺れている人をそのまま行って助けるということはしないで、様子を見るそうです。様子、そのまま行って助けるともがいてパニックになってますから、自分も溺れてしまうというリスクが、危険があるんですね。本当に助けるときにはちょっと間を置きます。で、その人のもがく力がなくなる、つまり自分がもがいて溺れないように努力するという力がなくなっていくときに行って、そのときに、そして助けるわけなんです。
だから自分の思いや願いが強すぎる時っていうのは、何とでしもやっていこうとしている時っていうのは、神様はあえてその助ける手を差し伸べない。しかし私たちがへりくだって祈って、行く時に神様、憐れみ深い神様、そして救ってくださるわけなんです。ヨナが8節で虚しい偶像に心を止める者はって言ってます。虚しい偶像、ヨナは偶像を拝んでたでしょうか。目に見える偶像を拝んでないでしょう。ヨナは、ね、熱烈なイスラエルの神を愛する人ですよ。木や石や金や銀で作られたものを拝んでるわけはないんです。しかし自分で虚しい偶像に心を止めていたと、反省しているというか悔いているわけなんです。それ何かというと、先ほど言ったように熱心さの中で熱くなっていく中で、主を思う思いよりも、主の命令に従う思いよりも、もっと強くなっている強い思いが、これこそがそのまま偶像なんです。神の前に何か自分が大切だ、神の前に神よりも大事なものを置くっていうのが偶像の始まりですね。私の前にどの神も持ってはならないか、英語は今頭の中に浮かんでいなきゃすごい簡単な御言葉なのにちょっと出てこないですね。あなたは私の他に他の神々にあってはならないです、だから私の他に、英語だと before me って言って私の前にって書いてますね。神の前に他の神々があってはいけない。だから心の中がもっと偶像を作る、いやむしろ表にあるこの目に見える偶像よりも中にある偶像の方が厄介です。でこのカルビンがね、おそらく言ったんだと思うんですけども、人間の精神はいわば永久的な偶像製造工場だということであるって書いてます。絶えず偶像を作ってます。神以外のものを神にしていくというか大事にしていく。でヨナは事実神の言われていることでないことを行っていったがゆえに、実際上は偽りの神様、誠の神様じゃなくて偽りの神様、神を信じているようになっちゃった。一つ目、主から離れることができると思って、離れることができる、お別れすることのできる神って本物の神じゃないですよ、ね、もしこれが神だとしたら、まあ何でもいいですけどね、はいバイバイってこう私も降りてってね、田畑駅から行って自分の家に帰ったとしたら、もうその神から離れられるじゃないですか。そういうふうにヨナは思ってたんです。タルシシに行ったんですよ、行こうとしたんですよ。でもその神はもう本物の神ではないんです。神はどこにでもおられる方です。だから主が大風を海に吹きつけたとあります。その逃げてった船の中にも神はおられたんです。特に主の働きをする神様のために動いていくときには、イエス様が私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われました。そして有名なダビデによる詩編の言葉が139編ですね、7節から、私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう、私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう、たとえ私が天に昇ってもあなたはそこにおられ、私は黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます、私が暁の翼を飼って海の果てに住んでもそこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます、たとえ私が闇を私を追え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいです。暗闇も光も同じことです、ですね。まあ、これと似てますけど、もう一つ彼が偶像を拝んでいたというのは、隠れることができた神から。プライバシーってあるじゃないですか。
今も騒がれてますよね。まずね、ちょっとこれ私神の言葉じゃなくて私の意見ね。もう無理です、プライバシーは。SNS とか、そういうなんかオンラインでつながっているアカウントを持ってたらもう終わりです、今の時代はね。まずプライバシーないです。でも私は、あんまり全然怖くないんですね。あんまりどころか全然怖くないんですね。だってどっちみち見られてるもん。誰から？神から。もう降参じゃないですか。でもヨナは船底に降りていって横になってぐっすり寝てたんです。でも船長がやってきて、お前なんだよって、お前どこにいるんだよ。結局自分の信仰を告白せざるを得ない。私は海と陸を作られた天の神主を礼拝しています。このようにしてごまかすことができなかった。ヘブル書の4章の13節に、作られたもので神の前に隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されていますと。私はこの神に対して弁明するんですと。自分がやってきたことは隠すことはできないよ。他の人には隠しても、墓場まで持ってっても墓場の後で全部バーッと見せる神ですね。で、あとはヨナが偽りの偶像に頼っていたと言えるのは、神の意志に逆らえる、御心に逆らえる、あるいは神の召しですね、こうしなさいと言われたことに逆らえると思ったんです。だからどんどん海の中に入れてくれとか、死ねば終わりでしょうってよくあるじゃん、見えない神じゃあつってこう試してるじゃなくて、いろいろヨナも試したわけです。でも無理だったんです。死ぬことさえできなかった。それ神の意志だったんです。御心だったんです。で、私たちは自分たちの方法でやっていきますって、あ、神様はなんかこういうことが御心だと言っても、こういうことが意志だと言っても、いや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 、私はこうやっていきますよ、こういう方法でやっていきますよ。しかし無理です。ローマの11章の29節に、神の賜物と証明とは変わることがありません。私たちの住んでいる社会って、この現代社会ですね、特に日本、まあ、日本だけじゃなくて他の国もそうですけど、自分で願ったこと、自分で選んでることを自由に行うっていうことなんですよ。そしてそれに合わせて、まあ、そのカスタマーサービスじゃないですけれども、カスタマイズですか、こうやっていくわけじゃないですか。でニュースの中に、まあ、あまり僕はなんていうのかな、嫌だなって思ったニュースがあったんですけども、昔はちょっと前はロボットのお坊さん葬式でね、今はドライブスルーの葬式っていうなんかニュースがあるんです。ドライブスルーですよ。カスタマイズもちょっといい加減にしてよって感じがしないですか。私たちが願うことをこういうふうにやってくれ、ああいうふうにやってくれっていうことがもう根っこに私たちのうちにあるので、で会社だったらば、私がこういうことをやってああいうことができる、こういう能力があってああいうことができる、なんでこれをやってくれないんだ、私の能力はここなのになんでこういうところに配属するんだとかですね、いろいろ不満が出てくると思います。で会社で不満が出てきたら教会はアウトです。これを教会に持ってきたらアウトです。神がしなさいと言ったら、いや私はこれができるんです。まず自分がそれができると思っているところが間違い。でもう一つは、自分の力でやるんじゃないんです。精霊の力、神の霊の力です。だからできないんですけどって言ってポンと足をこう動かすとね、あれ、また動かすと、あれあれって言って、恐る恐るなんだけども、神が言われていることですからと言って動いたら、
神が行ってくださるというのが、だから神の世界ですね、神の国ですよ。だから神の召し、神の選びで自分方式は一切ないんです。神方式しかないんです。でこれが本物の神です。自分のカスタマイズできる神様はもう偽物の神ですね。でね、その方が楽です。神の言われることにいかに任せても、なんだいわゆるなんだ丸投げ、うん、丸投げって悪く使われますよね。でも神に対しては丸投げ、これが一番いいです。神がに全部委ねてしまう人は楽になります。そして幸せになります。満足できますですね。で次にヨナが言ったのは、自分への恵みを捨てると、この偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てる、つまり最善から離れていくよと、自らをもっともっと苦しめていくことになるよということなんですね。だからこの砂がなんかこうどん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 揺れ、このなんですかね、弱くて地面の砂ね、どんどんその蟻地獄みたいになってね、こうやってはもがけばもがくほど中に入っていっちゃうじゃないですか。それと同じように自分がそれにこの神ではないものに頼ろうとすればするほど、ますます自分の神様の最善からの、恵みから離れていくことになるんです。パウロがまだクリスチャンたちを迫害していた時にイエス様が現れて、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を受けるのはあなたにとって痛いことだって言ったんです。トゲのついた棒って何かっていうと、この牛の突き棒って言ってね、こう耕すじゃないですか、牛が一生懸命、ね、でやだーと思ったらこう蹴るんですよ、後ろ。で蹴るときに突き棒っていうのがあって、蹴ると痛いの。蹴れば蹴るほど痛いんですよ。でパウロはもうそれを経験してたんです。反発してたんですね。迫害してたけど反発してて、でも心の中ではもうこっちが正しいでしょうと、イエス様が真理でしょうということが分かってたのに蹴ってたんですね。恵みを捨ててしまうと。で次にヨナが誘って9節ですね、しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ私の誓いを果たしましょうと。感謝の声を上げましたが、どこで上げました、はい、聖書をしっかり見ましょう。どこで今感謝の声を上げているでしょうか。あれ、腹の中でしょ。まだ腹から出てないのに、腹から救い出されてないのに感謝の声を上げてるんです。先ほどの話に戻る、祈りが聞かれたことを悟ったんです。もう聞かれてるって分かったんです。だから救い出される前にすでに感謝を捧げることができる、祈ることができて、救われる前に救われたという感謝が捧げられる特権に預かったんですね。キリスト者、クリスチャンというのはこの特権があるんですね。救われましたって、罪から死から地獄から救われましたって、よかったね、クリスチャンじゃない人に言うわね、なんか僕とあなた何の違いあるのけれども、将来のことを先んじてまだその救いを見ていなくても救われたことが分かるから、感謝の生贄が捧げられてイエス様に従っていくという誓いというか決心ですね、することができるわけなんです。で最後にめちゃめちゃすごいこの信仰告白をヨナはしました。救いは主のものです。短いですね。救いは主のものです。人間は根本的に救いは私のものですとなっています。私がやらないでどうやって救われるのか、
私がこの自分の人生を生きないでどうやって救われるか。だからイエこのキリスト教の話を最初に聞いた時にもう私もそうでした。私はクリスチャン家庭じゃないですよ、もう、まあ、普通の一般のあれですよ。最初に聞くとどういう風になるか、じゃあ何にもやんなくていいんだねってなるわけ。今までやってきた努力がどうなるんだよ、成長しないじゃんそれじゃ人間としてって思ったんです。でそれで頑張ってやっていくんですけど、夜なっぽくなるんですね、落ち込んで。で僕の場合だと受験入大学の受験入学ですね、受験勉強でひどくなってどん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 落ち込んで抑うつっぽくなって情けなく、そして推薦入学で過労して受かって、でそれで他の人は、ね、よりちょっと2ヶ月ぐらい先にこう楽したんですよね。で神様の憐れみだと思いましたよ、思ったかなその時は。あとで振り返ると憐れみだなと思って、でこれからまた頑張るぞってまた自分を救おうとしたんですよ。うまくいかなかったけど落ち込んじゃったけど、今度はもう大学で頑張ってって言って熱血感だったんですね。まあ、今難しいから , 笑ってるんで皆さんも私も知ってで、サークル入ったんですよ。サークルって言ってもこれみんななんかね遊ぶ雰囲気じゃないですか、サークル。だけど私はあえてハマるサークルを、ディベートですね、英語の討論です。図書館にこもって探すんですよ、エビデンスって言って証拠っていうんですか、このちょうど裁判と同じですね、この討論で、こう誰も見つけなかったこう情報を見つけるとね、ニヤって笑って危ないねオタク的だよね。で他の子たちは結構フラフラやってるから1年生ですよ、いや僕はもう一番だと思ったんですよ。試合があったんですよ、ビリケツでした超惨め、恥ずかしい、今こうやっているけどその時は誰にも言えない、この惨めな思いで、それで祈ったんです。で神様が 愛の神だっていうのが分かったんです。神がまずおられるっていうのが分かりました。それまではてるてる坊主で祈ったことあるけど祈りが聞かれなかったのでもうえぇーとかだった小学校の時ね、それまで祈らなかった。本当に祈りが聞かれたことが分かりました。救いは主のものです。でイエス様が言われましたよね、誰にも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い私についてきなさい。命を救おうと思うものは何ですか、救われますか。逆ですね、それを失うんです。私と福音とのために命を失うものはどうですか、失われても違うね、救うんですね。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができましょう。命大事でしょ、何があっても命だよね。でもその命を得るのは命を失う、わけがわからない、うん、全問答のように聞こえるかもしれない。しかし私たちが自分で生きようとする力というか、神これ天と地万物を作られて今の自分の息もこの心臓の鼓動も全部動かしているこの方に自分を身を委ねる決断をしたらば、これがつまりは自分ではなくて神の救いにより頼むことですね。そうすれば神が救ってくださる。しかもイエス様がその負い目ですね、私たちの負い目つまり罪ですね、これを取り除くために十字架につけられ蘇って、その命を私たちに今与えてくださっているわけです。自分が自分の主人になっているか、この人生の主人になっているか、それともイエス様が主人になっているか、印籠はどっちが持っているかですね。自分が持っているかイエス様が持っているかです。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして、あなたがヨナの祈りから私たちがあなたによって生きているんだということを知ることができたことを感謝いたします。あなたとっても愛しておられます。ヨナを愛しておられました。こんなにも愛しておる、憐れんでおられる、
でも愛してるっていうのは腹の中で苦しむことを免れるということではなくて、むしろそのような中を通して本当に大事な永遠の命について知ることができるようにしてくださるところの愛です。主よ、どうかまだその愛を知らない人は知ることができるように、あなたご自身が教えてください。聖霊が教えてください。心の良心に語りかけてください。そして自分ではなく、この誠の神により頼むことができるよう、悔い改めることができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。お捧げします。アーメン。では曲歌いましょう。じゃあ足しましょうか。じゃあお立ちください。なんでだってこれをこのマイクを使おうとしているの、いや消してってこれとちゃう、そっちを消してこっちを生かしてほしい。これにつながってるじゃん。違います。これに入ってます、はい、あごめんなさい、ね、お待たせしました。Good.
だこひつじ主よ主よ主よ私たちに与えてくださった恵みを感謝いたします。偽りの偶像を心を止める者は自らの恵みを捨てる者であると、このことを私たち告白いたします。救いは主のものであると、救いは主のものである。主よ、今あなたに明け渡します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。はい、感謝します。お座りください。